夢と現実、真摯に特殊のここでユキトさんが勝って勝てるというか、ウシカさんが勝つと自動的に僕が勝利です。そんな感じで深田さんが自動的で、いや、あ、そんなことないか、ウシカさんはこれで絶対大事だと思ってる。まだまだわからないですね。優勝。ただ、シエルさんは、ここで行っちゃって決めれば3人での佐渡です。佐渡ですか、待ってる感じです。この勢いは止まるでしょうか。Thank you.
そう、こういうのとか。こういうのは、もう、ここも、ここも中なんで、詳しいのがないですね。まあまあ、ここはチャンスだな。もう一回決めた。
ゲージも出た。優勝おめでとうございます。